先生と同じでありまして、そのサイバー空間の安全安心をいかに確保していくかというところが、この法案のもともとの発想でございます。であの今回、議員立法で我々わ対策を急いだということの中に、一つ、やっぱりそのサイバーセキュリティという言葉をまず定義したいというのがありました。 2001年に IT 基本法というものが制定されましたけれども、当時のその IT 基本法の中には、セキュリティの概念が全くありませんでした。あの法文を全部チェックしても、安全という言葉が一回出てくる、で私は今回、これだけ先ほどおっしゃったとおり、インターネットを前提社会。 あらゆるものがインターネットなしでは成り立たないような社会になっている以上ですねそのセキュリティとっていう概念をまずちゃんとその定義をするということが一番重要だと考えましたそしてその,その概念を法文として定義した上でその事態を脅かすようなものをサイバー攻撃ということで具体的には情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた 記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動であると規定しました例えばネットワークを通じて不正に電子データを改ざんするような行為はこれに含まれるということですですから攻撃というものの規定ということはまあ先ほどお話しした通りの考え方ですがその内容は巧妙か複雑か 大規模化しておりますので、まあその対策は急がれると考えています。山下洋之君、あの安全安心なネット空間、サイバー空間という場合にですね、私は市民的自由の問題、プライバシーの問題っていうのは重要な要素となると思います。そもそもコンピューターの開発というのはミサイルの弾道計算と密接な関係があって、また半導体産業っていうのは。 ペンンタゴンの国防高等研究計画局の支援によって生まれました。インターネットもその起源は軍事目的だったということはよく知られていることであります。そういうもとでアメリカでは IT 企業と NSA 国家安全保障局の諜報活動が特別な関係にあることが明らかとなっています。エコノミスト紙、今年1月14日付に次のような記事がありました。強力な暗号特許を保有していた RSA 社が NSA に協力するといいう密約が結ばれていたスノーデンは、米国の主要検索サービス企業や SN、SNS 関連企業が、NSA に情報提供していた事実も明らかにしていた、さらに当局に情報提供していたネット企業として、グーグル、マイクロソフト、アップル、フェイスブック、ヤフー、ユーチューブ、攻撃とは何か、その対策とはどういうことか、簡潔にお答えください。平井拓也君 あの認識は全く先生と同じでありまして、そのサイバー空間の安全安心をいかに確保していくかというところが、この法案のもともとの発想でございます。であの今回、議員立法で我々わ対策を急いだということの中に、一つ、やっぱりそのサイバーセキュリティという言葉をまず定義したいというのがありました。 2001年に IT 基本法というものが制定されましたけれども、当時のその IT 基本法の中には、セキュリティの概念が全くありませんでした。あの法文を全部チェックしても、安全という言葉が一回出てくる、で私は今回、これだけ先ほどおっしゃったとおり、インターネットを前提社会。 あらゆるものがインターネットなしでは成り立たないような社会になっている以上ですねそのセキュリティとっていう概念をまずちゃんとその定義をするということが一番重要だと考えましたそしてその,その概念を法文として定義した上でその事態を脅かすようなものをサイバー攻撃ということで具体的には情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた 記録にかかる記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動であると規定しました。例えばネットワークを通じて不正に電子データを改ざんするような行為はこれに含まれるということです。ですから攻撃というものの規定ということは、まあ先ほどお話したとおりな考え方ですが、その内容は巧妙化、複雑化。 大規模化しておりますので、まあその対策は急がれると考えています。山下洋之君、あの安全安心なネット空間、サイバー空間という場合にですね、私は市民的自由の問題、プライバシーの問題っていうのは重要な要素となると思います。そもそもコンピューターの開発というのはミサイルの弾道計算と密接な関係があって、また半導体産業っていうのは。 ペンタゴンの国防高等研究計画局の支援によって生まれましたインターネットもその起源は軍事目的だったということはよく知られていることでありますそういうもとでアメリカでは IT 企業と NSA 国家安全保障局の